踏み出すぜ。関東大学アメリカンフットボールリーグ戦、2部リーグの A ブロック第1グループの試合、東京農業大学対筑波大学の試合をお送りしてまいります。本日の実況担当は関東学生アメリカンフットボール連盟放送委員長の松川達也です。手前側グリーンのジャージが東京農業大学、奥のベンチ白のジャージが筑波大学です。フィールド上では試合開始前のセレモニーが行われております。関東大学アメリカンフットボールリーグ2部リーグは本来 8AB 両ブロックの各8チームによって行われます。今シーズンは新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けまして短縮のシーズン、 AB それぞれのブロックをさらに第1、第2、2つのグループに分けました。そしてその中で3試合のリーグ戦を行いまして順位を決め、その同順位同士が同ブロックの逆のグループと順位決定戦を行うというレギュレーションになっております。今シーズン2部リーグ A ブロック第1グループ第3節ではありますが、東京農業大学は新型コロナウイルス感染拡大の影響によりましてチームの始動が遅れまして、これが今日が最初の試合ということになります。さあ今コイントスが行われまして、選択権は東京農業大学が取った模様です。前半筑波大学レシーブ、筑波大学がレシーブ、東京の農業大学が画面右から左の攻撃陣地を選択いたしました。関東大学アメリカンフットボール2部リーグ A ブロック第1グループ、東京農業大学対筑波大学の試合、まもなく試合開始となります。さあまずはグリーンのジャージ東京農業大学のスターティングメンバーからご紹介をしてまいりましょう。オフェンスラインが79番大島、55番福田、61番前田、77番小林、そして73番の及川、タイトエンドが88番金杉、クォーターバックが4番の森、ランニングバックが19番の上野、ワイドレシーバーが29番小池、10番ザハ、そして8番の中野。ディフェンスいきまして79番大島、77番小林、58番鈴木、78番藤岡のディフェンスライン、ラインバッカーが9番高柳、99番松木、86番の曽我、ディフェンスバックが1番田中、31番河村、46番近藤、そして25番の吉田と入っています。白のジャージ筑波大学来まして、オフェンスラインが右から73番河野、57番波岡、77番原口、71番高橋、51番の宮川、クォーターバックは10番の池谷、ランニングバック20番梅沢、ワイドレシーバー34番三好、84番田村、2番高白、タイトエンドに87番有沢。ディフェンスいきまして51番宮川、71番高橋、91番鈴木、96番小野のディフェンスライン、ラインバッカーが4番林、45番六花、58番井野、ディフェンスバックが5番田中、8番田辺、47番松本、19番佐藤と入っております。さあ東京農業大学のキックオフで試合が始まっております。リターン終了の地点から筑波大学前半最初の攻撃開始、自陣40ヤード地点からのファーストアンテン、筑波大学のファーストアンテン、 I フォーメーション、ランニングバックが縦に構える形、10番池谷から一番後ろのランニングバック渡して真ん中のランプレー、あまり原因はありません、2ヤードぐらいでしょうか。最初のタックル、東京農業大学86番曽我康介、ボールを持ちましたのはランニングバックの
ランニングバック28番ですね、高橋光太。第2ダウン残り8ヤードと変わります。さあじっくり時間を使う、フルバックに渡す、筑波大学フルバックランニングバック20番キャプテンの梅澤にボールを渡しました。これも2ヤードほどの前進。次の攻撃は第3ダウン、ファーストダウンまで残り6ヤードです。一人モーション左サイドから入ってきます。そのモーションバックにボール渡している、上がれるか、前が詰まってファーストダウンどうかというところ、ボール渡りましたのはランニングバック登録2番の田頭健介選手。ファーストダウンには足りていません。第4ダウンです。1ヤード残って第4ダウンはパントの構え、パントを蹴ります。高く蹴り上げていったボール見送って、ゴール前転がったところ3ヤード付近ボールが止まります。長いボールが止まったところでプレー終了。ゴール前3ヤード付近までボールが転がって止まりました。攻撃権は筑波大学から東京農業大学へ移ります。東京農業大学今シーズン最初の攻撃となります。自陣の3ヤード地点からのファーストダウン、4番森からのハンドオフ、ランニングバックは19番上野雄太選手、ボールをハンドオフ手渡ししています。ボールが2ヤードほど前に進みまして、次の攻撃は第2ダウン、ファーストダウンまで残り 8ヤード。ワンバックフォーメーション、クォーターバックの後ろにランニングバックが1人モーションかけて後ろのランニングバックにボールを渡した、右サイドで開いていきますがこれもあまりゲインはありません。再びランニングバック19番上野雄太がボールを持っています。ボール9ヤード地点、東京農業大学は第3ダウン、ファーストダウンまで残り4ヤード。1人モーションしてその右サイドでランプレー、上野が右サイドファーストダウンどうですか、取れたかどうかというところ、ファーストダウン届いていないようです。第4ダウンに変わります。第4ダウンはパントの構え、19番上野選手はパントアネッジ下がっています。パントを蹴ります、ボールを蹴って攻撃権を放棄し、その代わりに陣地を回復、ボールをこぼした、こぼしたボールは筑波の選手が抑えたようです。
回キャッチしたボールこぼしてしまいますとどちらが取ってもいいという形になります。このボールを抑えたのは筑波大学ですので攻撃権は筑波大学。筑波大学前半2回目の攻撃は自陣の49ヤード地点からとなります。筑波大学のファースト&テン、 I フォーメーション、レシーバーが左右に1人ずつ、池谷からパスをんと2番の高柱を狙ってきましたがこのパスは不成功。元の地点からの第2ダウンに変わります。パスは不成功ですとボールは元の地点に戻って次の攻撃、2回目の攻撃ということになります。筑波大学の第2弾、ファーストダウンまで残り10ヤード、クォーターバック変わりましたね。パスを右サイド通し、このパスは不成功です。クォーターバック12番の増井秀幸に、ワイドレシーバー15番の半田喜一へパスを投げましたがこのパスは不成功です。パス不成功2つ続きまして元の地点からの第3ダウン、筑波大学です。ファーストアンバーで残り10ヤードあります。ハンドオフ、ボール渡しています、抜けてくる、大きくゲインしてファーストアン獲得。ランニングバック20番梅澤智之キャプテンです。筑波大学のランニングバック、このプレーでファーストダウン獲得しています。ボールは敵陣の38ヤードまで進みました。筑波大学のファーストダウン、ショットガンフォーメーションに構えました。クォーターバック10番池谷、右サイドピッチした、外を回れるか、28番高橋光太右サイドへ展開、10番池谷から後ろ方向への投げ渡し、ピッチを受けまして右サイドへ展開しました。このプレー7ヤード6ヤードの前進です。筑波大学第2ダウンです。ファーストダウンまでは残り3ヤード、ここはアイフォーメーションに構えてテールバックに渡さない、パス通した、パス成功、ワイドレシーバー15番半田喜一へのパスを通しました筑波大学、これでファーストダウン獲得です。ボールは敵陣の24ヤードまで進みました。筑波大学のファーストアンテン、左サイドにレシーバー3人置きます。ショットガンフォーメーション、その左サイドで流れてイケアのパスは通した、パスキャッチ87番タイトエンド有沢祐介、ボールが敵陣の17ヤード地点まで進んでいます。第2弾ファーストダウンまで残り3ヤードです。ここで12番のマセがクォーターバック入りました。レシーバーは左右に2人ずつ、ハンドオフ、梅澤に渡したところ東京農業大学襲いかかる、86番、6番、77番とこう立て続けに襲いかかりました。86番曽我康介、6番高柳龍太、
さあ梅澤のランプレー少し下がって筑波大学第3弾です。ファーストダウンまで残り6ヤード。ショットガンフォーメーションから モーション渡している。これは横に流してゲインを許しませんでした。東京農業大学のディフェンス。ボールを持ちましたのはワイドレシーバー登録15番半田選手でした。さあ敵陣の20ヤード地点、筑波大学は第4ダウンの攻撃を迎えます。ファーストダウンまでは残り6ヤードあるんですがフィールドゴールのようです。4番林大成キックを狙います。27ヤードのフィールドゴールトライキックを蹴って距離は十分。あ、左にそれました。フィールドゴール失敗。そして37ヤードのフィールドゴールですね。大変失礼しました。このフィールドゴール不成功、得点なりませんでした。筑波大学合計攻撃権は東京農業大学へ移ります。攻撃権は東京農業大学、自陣20ヤード地点からのファーストダウン点。短いタイミングパス通してファーストダウン取ってきました。東京農業大学パスキャッチ、ワイドレシーバー10番ザハ博之。筑波大学、あ、失礼、東京農業大学最初のファーストダウン獲得です。ボールを14ヤード進めまして自陣の34ヤード地点からのファーストダウン点。さあ作戦を伝えるハドル、ちょっと時間がかかりました。ワンマックに構えます。ハンドオフフェイクして後から来たレシーバーに渡している。右サイド上がって大きくゲイン。ボールを渡したのは88番金杉大輔。ただこれファールマーカーが出ています。反則があった模様です。ボールは敵陣の45ヤード付近まで進んでいるんですが、東京農業大学側の反則のようです。東京農業大学10番10ヤードペナルティ反則シーンが10ヤードされてダウン繰り返します。東京農業大学にホールディングの反則10ヤードの罰体、反則のあった地点から10ヤード下げられます。ボールは自陣の35ヤード地点まで戻されまして、東京農業大学はファーストダウンの攻撃やり直します。さあ1人モーションして左に人を集めます。そしてその左サイド抜けてくる。こぼれたボールは筑波が抑えた。29番小池のランプレー、ボールがこぼれたところ筑波の71番ディフェンスライン高橋春樹が抑えました。攻撃権は筑波大学へ移ります。両チーム2回ずつ攻撃を終えまして、未だ両チームとも無得点。筑波大学が敵陣の39ヤード地点からのファーストダウン点です。ショットガンフォーメーションです。レシーバー左右に2人ずつ、クォーターバック10番池谷が構えます。1人モーションして左サイド行って
ハンドオフ渡して前が空いていないと見て右へ切り返しました。筑波大学の28番はランニングバック高橋光太。1ヤード下がっています。下がったところから第2ダウン筑波大学の攻撃。さあセカンダウンレシーバーは左右に2人ずつ。池谷がスナップを受けてパス、空いていないと見て自分で行った。クォーターバック10番池谷美月のランプレー。左出ていきまして2ヤードほど前進はしました。ただ第3ダウンです。ファーストダウンまでは残り9ヤードあります。さあどうしますか。筑波大学第3ダウンの攻撃。モーションかかって高橋に渡す真ん中。2ヤードほどのゲインになっています。筑波大学第4ダウンの攻撃となりますがパントの構えです。スナップが大きい。蹴れるか。蹴りました。パント蹴って結果的にいい位置まで来ました。5ヤード付近。73番河野達也のパント、スナップが大きく乱れたのですがなんとか蹴り出しました。攻撃権は東京農業大学へ移ります。第1クォーター1秒残りました。ボールは自陣の8ヤード地点。東京農業大学のファーストダウン点。クォーターバック4番森がパス通した。29番小池のパスを通したところ筑波の58番ラインバッカーの井野がすぐ止めました。少しゲインして第2ダウンというところ。第1クォーターが終わります。東京農業大学アギーズ対筑波大学エクスケリバーズ。関東大学アメリカンフットボール2部リーグ A ブロック第1グループ。第1クォーター終わりまして0対0です。この試合の模様をフットボール TV でお送りしております。